高橋さん、次 NHK ですけど、 NHK NHK でどれぐらい映ってますかね。お、NHK ね、みんな映ってるといいですね。また野球部のネタが出ましたけど。野球部のネタですね。いかんすね、これね、本当に。出場停止ですね。石山商業で野球部って結構強いんじゃないですかね、しかも。NHK さん結構最後まで残ってたから、はい、島山くんの試合も出るんじゃないですか。タイトルマッチも出ますか。出るのかな。でもなぁ。ね、なんですね。激闘。最初の試合やってもう帰っちゃった。俺、いましたよ。カメラが撮ろうと。一緒のだパターン。この流れは来ましたね。来ましたね。CM まだ来た。CM ないもんだって NHK だから。長くてに勝っちゃうよ、これ。ハルさん、はい、今度は映るかもしれませんよ。映んなくてもいいんですけども、やっぱりあの高井さんの熱い試合がもう一回 NHK に流れたらいいなと思います。この後、広報大使を務める SKE48 のメンバー、すごいな、やっぱりですね。会場にはパンプスなどをテーマにしたさまざまなブースも設けられ、環境や肌に優しい石鹸を作るブースでは、訪れた人たちが米粉や使用済みの食用油などを使って石鹸作りを体験していました。ESTの国際会議は11月10日から3日間、名古屋国際会議場で行われる。じゃあもう全部。じゃあ私は受付にひっそりいたから。農業の担い手を。あ、まあ農業ですね。高橋さん、まだ農業担い手ですよ。農業の担い手もまあ大事ですからね。まあ、僕らのなんかこうメインイベントに行ってだんだん、ね、第3試合ぐらいですかね。ニュース的には。さあ、そろそろ来るかな。3年前からイチゴ農家を始めた大垣市の40歳の男性は、栽培を始めるとき別の農家から農業用ハウスを譲ってもらった体験を話し、中古資材の活用で食費を抑えられたそっちカメラやりますよ。昨年度に寄せられた収納相談の件数は451件で、相談会の関心も高まりつつあると思います。それで石が映る。役に立つこととか、あの、まあ、肝に銘じて、ハートブレイクキット、イズミが映ります。一石が映る。来るぞ。おー、来たー。検診を受けるよう観客の女性たちに呼びかけました。プロレスを興行している新一宮プロレスが乳がん検診の受診を促す活動をしている NPO と共同で行いました。今日は一宮市内の人材の試合が行われ、白熱する試合の合間に NPO のメンバーが乳がんの検診を受けてくださいと観客の女性に呼びかけていました。おーかよーい、それいかがか。あ、すごい、ザキレイト、すごいすごいすごい。このプロレス団体は、当社の男性の母親が癌で亡くなったことから、母の日に合わせて乳がん検診活動を始めたということです。あ、うちの嫁さん映ってる。まさきさん、なんでなきゃいけないなっていうことを、早期発見しなきゃっていう気になりました。
おお。皆さんどうでした？メインイベント。良かったですね。ザ・グレートオカンがね、しっかり映ってましたね。じゃあオカンにも一言。オカンに。オカンも一言お願いします。みんなで乳がん検診受けに行こう。